スポハラ。スポハラとはスポーツハラスメントの略称。スポーツ現場における暴力、暴言、差別、ハラスメントなどの安全安心にスポーツを楽しむことを害する行為のこと。スポハラの言葉が使われ始めたのは2023年4月。それから遡ること約10年前、2つの痛ましい事件が波紋を呼んだ。2012年12月、バスケットボール部所属の男子生徒が顧問から受けた度重なる体罰が原因で自殺。顧問は傷害罪などで有罪判決を受けた。そして翌月の2013年1月、柔道女子ナショナルチームの監督が選手に対して暴力やパワーハラスメントを行っていたことを強化選手15人の連名で日本オリンピック委員会に告発したことが明らかになり、監督やコーチは辞任した。相次いで明らかになったスポーツ界を揺るがす事件。当時の文部科学大臣は日本のスポーツ史上最大の危機と声を上げた。このような状況に対してスポーツ界全体が動き出す。 Jスポの前身である日本体育協会など5団体が手を取り、2013年4月25日、スポーツ界における暴力行為根絶宣言を採択。スポーツの価値を守るために指導者、プレーヤー、スポーツ団体それぞれが果たすべき責任を明らかにした宣言。暴力行為根絶に向けたスローガンの公募には1479点の応募が集まった。その後は暴力行為根絶への意識をスポーツ界に浸透させる研修会や大会やイベントでの参加者に向けた呼びかけなどの取り組みを続け、 Jスポが設置した相談窓口にはこれまで1200件以上もの相談が寄せられている。誰でも声を上げやすい環境が整ってきた一方で、相談内容の内訳から新たな問題が見えてきた。暴力行為の相談割合は減少していることがわかるが、パワハラ、暴言に関する相談割合は年々増加。精神的に苦痛を与える行為が増えたといえる。またスポーツ現場での不適切行為に関するニュースはメディアでもたびたび取り上げられ、スポーツ指導に対する世間の目も徐々に厳しくなっていた。そんな状況の中、スポーツ界が再び一致団結。スポーツ界における暴力行為根絶宣言から丸10年が経った2023年4月25日、宣言採択時の5団体に大学スポーツ協会を加えた6団体がタッグを組み、 NO スポハラ、 NO スポハラ活動を始動。この活動ではスポハラの言葉を浸透させ、スポハラが起きない社会を目指すだけではなく、誰もが安全安心にスポーツを楽しめる社会を作るためにミッション、ビジョン、バリューを設定し、さまざまな情報発信やイベントを行った。今回はパワーハラスメントについてご説明します。指導のために身体に触れる、こういったものはパワハラには該当しません。この3つが揃うと生じやすいということが分かっています。2023年度を NO スポハラ強化年度と位置づけて力を注ぎ、保護者やアスリートも巻き込み、活動の輪は大きく広がった。お子さんのチームの中で起きていること、まず現状把握していただきたいと思います。もしかすると私たち保護者が加害者になることもあり得るんだなということとか、自分の子どもが加害者になってしまう可能性もあるんだなというようなことも改めて感じたりしました。大好きなスポーツのために私たちは言います。バレーボール界から、ハンドボール界から、新体操界から、バスケットボール界から、ポハラをなくすために私たちも言います。ノースポハラ。仲間が怒られて、そこが停止した状態にいると、本当に前自体面白くなくなってでしょ。毎回ミスったら監督を見てね、下手したら殴られるみたいなことを、じゃあやっぱり伸びない。大人を扱うとか子供を扱うではなくて、人としてこう見ていくっていう、こう接し方をしたいなって思いますね。
パネリストの皆さん手元に紙があるんですけど、そこに一言決意ですね書いてもらえたらと思うんですけど、自分の子供だけではなくその周りの子たちも守る視点をですね一人ずつ持てることで、保護者もノースパハラに少しでも関与できるんじゃないかと。内部告発をした人が排除されたりとか正直ありがちですよね、うん、だけどやっぱりダメなことはダメだしいいことはいい、過去を振り返って改善していける環境っていうのがクリーンな状態だと思います。で任されることでやっぱり人間やる気になるっていうの一つあるん で任せたからには信じて待ってもセットじゃなきゃダメです。残念ながら任せて信じ待って結果はほとんどの場合は裏切られます。だけどそこで切れるってならないで許す、そういうもんだよなって、いっぱい失敗してもらったりうまくいかないことを経験してもらうのが学校なんだよなと。これからもスポーツをする見る支えるすべての人がノースパハラと声を上げやすい社会を作り上げるために、ノーということを言いやすい環境を作るためにすごく大事なのかなって思うんですけど、今これから未来の子どもたちにとってスポーツ界にとっていい活動を一緒にやっていきませんか。みんなで声を上げよう。